三戸岡英二は、日本のインダストリアルデザイナー、イラストレーター。岡山市吉備津出身、東京都板橋区在住。ドーンデザイン研究所代表取締役。九州旅客鉄道デザイン顧問、両備えグループデザイン顧問、岡山夢づくり顧問。公益財団法人石橋財団理事。旅の文化研究所運営評議委員及び同研究所が選定する。 旅の文化賞選考委員。岡山県で家具店の長男として生まれる。幼い頃は窓から外を眺めるのが好きで、勉強も運動も苦手だったが、絵を描くのが得意で、周りの人が褒めてくれるのが楽しくて、自然にどんどん描くようになった。家具店の後取りとなることを見越して、親も油絵や石膏デッサンなどの習い事を積極的にさせてくれたという。 のんびりしていて不器用でどんくさい少年だったため、あだ名は、ドンチであった。彼はこのあだ名を現在でも大変気に入っており、後に設立した、ドーンデザイン研究所の名前の由来になっている。岡山県立岡山工業高校インテリア科卒。高校卒業後、親の紹介で、大阪のデザイン会社に、就職、3年勤めた後、家業を継ぐため岡山に帰郷しようとするも、 父親から散々お世話になったのだから、しばらくはお礼奉公をしなさいと言われたこともあり、退職後も家具店とのダブルワークで頻繁に大阪で仕事をしていた。ある日大阪の会社の社長から勧められ、24歳にして、ミラノのデザイン事務所に勤めることとなるが、4ヶ月で退職、1年半ほど、鉄道の周遊パスを利用しヨーロッパ中を放浪した後、帰国し、 東京でブラブラしていたところ、次第に仕事が入り、1972年、家業を弟に任せ、東京でドームデザイン研究所を設立。家具や建築のデザインを中心に行う。彼が脚光を浴び始めたのは、九州旅客鉄道の車両デザインである。福岡市の福岡辞書のホテル海の中道のアートディレクションを手掛けた際、 1987年4月、同ホテルのお披露目ご参加に招かれた時に、偶然同席した、石井幸隆 JR 九州社長から直接、依頼されたことを機に、同社の列車、駅、広告のデザインに携わることとなる。最初に手掛けたのは、博多駅から西戸崎駅へ向かうシー専用のジョイフルトレイン、アクアエクスプレスで、ボロボロだった、キハ58系機動車。 キハ28系機動車を大胆に改造し、1988年7月に完成した。その後、熊本駅改装、キハ200系機動車のデザインを行った。1992年の787系電車、ツバメはブルーリボン賞、ブルネル賞といった鉄道関連の賞だけでなく、グッドデザイン認定や松下電工のライティングコンテスト最優秀賞などを受賞。 国内外から高い評価を得た。1995年には、奇想天外なデザインで話題となった883、軽電車、ソニック、2000年には、オールカワバリシートに、フローリング床の組み合わせで登場した、在来線特急の集大成といわれる885、軽電車、カモメ、2004年には西陣織のシート、すだれ、イグサ、さらには、 金箔といった和のテイストを持ち込んだ九州新幹線800系電車、ツバメを生み出し、JR 九州が標榜した鉄道ルネッサンスを具現化していった。また、一旦は衰退した寝台列車の復活を目指していると語っている。実際、2013年10月に九州内をめぐるクルーズトレイン七つ母シーン九州の運行が開始された。故郷岡山では、 市民グループ、路面電車と都市の未来を考える会からの要望を受け、両備えグループの岡山電気軌道に初めて導入された、超低省電車、もものデザインを担当。この後、両備えグループデザイン顧問に就任し、両備えホールディングスや岡山電気軌道のバス、両備えフェリーのフェリー、オリンピアドリーム、両備え不動産の分譲マンションのデザインを行った。その他、 和歌山電鉄の多摩電車や富士急行の富士登山電車、ウィラートレインズの丹後黒松号、丹後赤松号、丹後青松号のデザインを手掛けるなどしている。2010年、地域の伝統的な美を巧みに取り入れた、話題性の高い数々の鉄道車両をデザインすることにより、公共交通移動空間における文化の創造に尽力したことで、 第54回交通文化賞を受賞。2011年、九州新幹線など数々の斬新な鉄道デザインを手掛け、列車旅の世界を革新したとして、第59回菊池博士賞を受賞。同年、JR 九州の車両デザインをはじめとする公共デザインで毎日デザイン賞を受賞。水戸岡市デザイン関係の工事を手掛ける人たちは、チーム水戸岡と呼ばれる。 その一部の人たちで、九州偽装が設立された。古会社を含む新規821系電車改造、リニューアルなど建築物埼玉スーパーアリーナ、鉄道車両バスその他の乗り物地方公共団体。ありがとうございます。